あ、こんばんは、山陽と申します。まあ、サブチャン用にゆるく撮ってます。あの、何かというと、恵方巻きのね、カタログのね、調査今ね、ずっとやってるんですけどね、1月はもうそれで忙しいわけですけど、うちのね、対象地域のところで、グッティさん、ゼニアさんグッティさんっていうところがあるんですけど、そこだけね、やっぱりチラシの情報が集まらないんで、もう直接行ってね、チラシを取りに行くしかないなということで、調べてたんですけど、なんか滝の店が結構、駅から近いみたいなんで、じゃあもう、いや、車あっちまで運転するのはもう今日も渋滞してたし、大変だからね、じゃあ電車で行こうや、ということでね、滝なんで、規制線のね、方なんでね、もう JR で行こうということで。で、企画乗車券とかいえばね、青空フリーパスとか買えば、2500円ね、ちょっとで済みますから、それで行こうかなという算段です。で、あれですね、あっち側新しく一個、軽専用の、ところができてたんですね。まあ、サブスチャン用なんでね、ゆるりと、ゆるい動画になると思いますけどね。まあ、リアル4日定期で。青空フリーパスはね、当日使うのがいいですよね。近鉄はどうしても前日に買わないといけないんでね。前日までにね、予約して買わないといけないんで、それだけね。なかなかこういった感じで当日、おし、時間できた、よし、行くかっていうような感じのね。あれがね、しにくいところがね。所詮はね、JR はね、当日、こうやってパッと思いついて、おし、お、天気いいな。お、じゃあ行くかってね、できますからね。まさに青空フリーパスですね。よし。39分後か。全然当て。止めとった。さ、じゃあね。もう、ZZ のチャット行っちゃいましょう。よし。